資料編纂所本館東京大学資料編纂所は東京大学の府研究所で国内外の資料の調査、収集、複写、分析、編纂公開を行い歴史情報学研究を推進することを目的とする研究所である。1793年徳川幕府の援助を受けた国学者花輪保基一が開設した和学講談所を源流とする。近年では 複写に最新の写真技術やデジタル画像技術が駆使されている。付属施設として画像資料解析センターと全近代日本史情報国際センターを持つ共同利用共同研究拠点に指定されている。国内外の資料の収集、複写、読解、情報化、管理、出版、公開を引き受けている。日本全国、世界各地に資料調査に出かけ、 年間50件程度、裁縫が行われる。注目すべき資料の収集が行われる。収集は、副社が主である。資料裁縫によって収集された、複製資料は、資料編纂所書の閲覧室で、日本史研究の素材として、多くの市民、研究者に利用されている。近年は、デジタル画像として、書内、閲覧室で検索、閲覧することも可能である。 また、原本所蔵者の許可を得て、可能な部分は Web 公開に供している。近年飛躍的に発展してきたコンピュータによる画像処理による各種画像資料の解析、研究のため、1997年度に付属施設として設置された。センター規則第2条によると、その目的は、日本史に関する各種画像資料及び、 画像資料情報を収集、整理して、系統的に蓄積するとともに、電子計算機等による画像情報処理方法を活かして、解析、研究を行い、その成果を学内外に公開することである。1984年に構築を開始した歴史情報データベースシステムを学術情報基盤とし、情報学の成果、手法をも導入して、歴史資料から、 知識データを組み上げることによる研究を推進するため、2006年に設置、修復、影写し、模写、写真の各分野に分かれ、歴史資料の副本作成、資料の保存、修理を行っている。この事業は原本の調査、分析を伴うため、その過程で得られた情報は、重要な歴史情報の研究データとなっている。これまで、 資料保存技術室に在室した人物には、その功績が高く評価され、王寿法省、人事院総裁賞、文化庁長官表彰等の報奨の授与や、受賞の実績がある。開出時間や資料、図書請求時間については、図書室利用案内を参照。資料編纂書の期限は、1793年に開設された、花輪保機一の和学講談書とされる。 明治維新後、資料編集国史構成局、大学広告者編集局、大上官歴史家、臨時修士局などと編遷している。1888年、帝国大学に修士事業が移管されるが、後に、編年史の編纂は中止と決まり、代わって収集した資料自体を編纂刊行することになり、1895年文科大学に資料編纂係が設置される。 1901年に大日本資料、大日本古文書の刊行を開始、現在まで事業が続けられている。1929年に資料編纂所書と解消。戦後は1950年4月に文学部から独立し、1954年より教授、助教授、助手の共感制となった。原略2年8月17日港頼友下し ナムアミダ仏左前州薩摩国遺作省日置北後、下地中部に得ず、ありがとうございます。